愛知大学法科大学院で院長を務めております上田純子と申します。法科大学院は裁判官、検察官、弁護士という法曹三者を養成する専門職大学院です。愛知大学法科大学院はこれまでに多くの司法試験合格者を輩出しています。司法試験における法科大学院別の合格率では2020年、2021年の2年連続で全国トップ、2022年は私立の法科大学院で2位という成績を収めています。また累積合格率は私立法科大学院の中でもトップクラスを常に維持しています。要因は本法科大学院の教育力に尽きると考えています。その教育力を最大限発揮させるために徹底した少人数体制を敷いています。学生5人に専任教員1人の割合を実現しています。授業中に親密な関係が作れるので日常でも院生と教員の距離が近く、法学未修者もいつでも気軽に質問を投げかけてきます。私たちの法科大学院は司法試験は団体戦と考えています。1人だけで臨むのではなく、教職員も含めた協力体制で挑むという考えです。愛知大学法科大学院には13名の専任教員がいます。少人数教育で極めて熱心に指導しています。授業はもちろん、授業以外でも補講したり添削をしたりという指導を行っています。院生について教員間で情報共有を行っており、一人一人がどういう状況にあるか把握しています。こういう点で私たちは非常にきめ細やかな教育ができていると思います。法科大学院には既修者コースと未修者コースの2つのコースがあります。既修者コースは2年間、未修者コースは3年間勉強していただきます。既修者コースは入学時にある程度法学について知識を持っている方が入学することになります。一方、未修者コースには入学資格を満たし、入学試験に合格すればどなたにも入学していただけます。司法試験は皆さんもご存知の通り難関の国家資格試験です。長年勉強しているから合格するというものではなく、どれだけ質の高い勉強をしていたのかが重要な鍵になります。かなりハードな勉強が求められます。私たちはそのハードな勉強を積極的に支えていきたいと考えています。法曹を志す方にぜひ愛知大学法科大学院への進学を検討していただければ幸いです。愛知大学法科大学院についてお知りになりたいことがありましたら、お気軽にご連絡ください。納得していただけるようできる限り対応させていただきたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。